一番光ってるっつうか輝いてるっつうか。いや、あのていうかそのパンフ、でもよかった。え、めちゃくちゃよかった。え、かっこよかった、本当に。だってレンカノやめるんだろ。ああ、それならダメだった。ダメ。私もあなたと同じなのよ。え、見切りつけろとか。なわけねえだろ。え、俺と水原が同じなわけねえだろ。俺来週レンタルするよ。え、その次の週も。だからレンタルするために毎日すっげえ働くんだ。バカ言うなよ。今日の舞台もすごかった。水原が一番だったよ。から諦めるなんて言うな。できないこと言わないでよね。それで水原が夢見られるっていうならどんだけでも働くから。だから諦めるなんて言うな。